や、おっと、一発目から1万円を追加した一発目からいきなりカンナステージからの減塩部まで揃ってチャンスじゃなくて継続が見たかった、それあ、継続だ、よし。でも減産ライト座って初の継続じゃない？全然疑似練しなかったよね、今まで。ドン、あ、でも回ってる、熱い熱い熱い、すごいサイクロンしてるよ、熱いよこれ、何パーだか忘れたけど熱いことはラギちゃんでも分かる。もう一回継続したいんだけど、しない？あー、発展する、いっちゃった。ニーズ柄か変わんないかな、レス3とかにさ、目燃えてるあー、よかった、やめなくて。こんな目燃えてるゲンさんが見られるなんて。いやーのに、なんとか図柄変わんないか。いや、あんだけやったから後半には行くよ。お願いしますよ。ダンミカ、ダンミカ、ダンミカ来ないんだけど大丈夫？仲間来ない、格上げもない、オッケー、大丈夫、ありがとうございます。おー、続けてよかった。69回転相当数2500円、よかった。計算できない、いくら追加したんだブラボー、ありがとうございます。1万、追加3000円か、さっきの初当たりから。よし、あ、ランプが白いんですけど大丈夫50% だからね、今度は入れようね、ちゃんと。ニーズ柄か、ちょっと完全告知いこうかな。バトルでさっきダメだったから、今度完全告知で鳴らします。大竜を目覚めさせます。あ、かっこいい。ニーズからなんで、まあ、2ラウンド目ってことだよね、チャンスなのが。あー、緊張する。頼むよ大竜、もういいよ、もう目開いていいよ大竜の。ねえ大竜、もう終わっちゃうよ。あ、2ラウンド終わったよあれ大竜、大竜起きて、起きて、ちょっとねえ起きて。多分いなかった大竜ね、多分他のとこに出払ってると思います。はい、またかよ、2連単だよ。どうする、追う、追うよ諦めない。そんな3度目の正直ってやつですか。じゃあ、さすがに3連単だと諦めようかな、しつこくない沼なんだよな、次こそ入るのでは、次こそ入るのではって。おお、よしよし、ハンナちゃんステージ今のところ100発100中よ、ハンナちゃんは。まあ後期なんですよね、さっきゲンクロウさんが後期持ってきてたから。あれ、100発逆中じゃないか、カンナちゃんステージ最初外したっけ、嘘ついちゃった。
まあ外れた後にちょっと期待しようかな。おい、マックスストックしちゃったじゃん。ごめん、外れた後に期待しようかなとか弱気なこと言ってごめんね。そっか、一図柄だったから後半には行くのか。とりあえずジュガラをちゃんと見てなかったよ。そして1だった、びっくりしちゃった。もう 私も何もいらない。ケイさん、よし。ただ不安要素は対角線上にいるあちらの方の連チャンが終わらないと私連チャンしないんじゃないかっていう謎の不安を抱えてるんですけど、頼みますよ。もうバトルランプレインボーとかになんないかな。なんか今日絶対仲間来ないんだけど仲間絶対来ないじゃん。大丈夫？大丈夫かな。これちょっと怪しくない？怖い。パッといないんだけど。でも押し切ってなんとか極限部でお願い。押し切った、やった。仲間来ないだろうが、カットインないだろうが関係ねえ。8回転、あ、9回転ありがとうございます。持ち玉で当たりました。あっさり3度目の初当たり。3度目の正直だよ、頼むよ。よし、おお、赤です。さっきのお水から吸い上げた運がちょっとはこっちに来たっぽい。ランプ赤でしたよ。よし、決めてやる、お願いします。厄介、ボタンは普通。ほい、444来ました。ゾロ目、特殊なやつがいいな。ノーマルじゃない、普通だけど、ありがとうございます。よし、念願の超限ラッシュだ。やったぜ。お、ゲンさん、ゲンさんだ。よしよし、ネクストつけたいな。ネクストテテレレテテテテーはテテレレテテテテーない。オッケー、ワンラウンド、ありがとうございます。オッケー本当にカンナちゃんとゲンさんしか来ないかもしれないよ。オッケー、本当にカンナちゃん3連続、4連続、あれどんだけ。もうずっとカンナちゃんのターン、私のターンよ、ずっと私のターン、ありがとう。ネクストは、ネクスト、ダテラダテテテテー、ない。アリサ、アリサ、オッケー。オッケー、もうとりあえず同じキャラはね当たりなんでね、ありがとうございます。ゲンクロさん、ゲンクロさん、よしよし、プレコー、おー、ゲンクロ OK、
ありがとうございます。同じキャラ安心。そろそろ10パー引きたいな。すぐ色変える。赤にする、赤にする。オッケー、ブラボー。有言実行。最後の一撃でいい。よいしょ、ありがとうございます。なぎちゃん大丈夫、大丈夫。 OK、 2回転3ラウンド。ミカ OK、 1回転。オーケー。もう久々に打つと誰か忘れちゃうな。元禄大丈夫、元禄さん OK。 アリさん OK。 全然金ピカピカの数字が見られない。ケンクロさん OK。3ラウンド。あれ、ダン、ダンだっけ、ダンさん。おっぷね、怖い、マジでほんと怖い。はわれるんだ、はわれない。やばい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 。黄色でも、黄色でもいけるときいけますもんね、全然ね、大丈夫。待て待て待て、まだまだまだ分からん。ボタンが、ボタン出すから、ボタン5320連ボタン。およ、およよ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 よ。ねえ、1回しかいけてないの。マジ。こう、もうなんか20連したことはすごく嬉しいんですけど、振り分けが、振り分けがひどい。はい、2代目こちらの、ルパン三世2戦からとの涙に移動してきました。ルパン自体ね、そんなにすごい打ち込めてるわけではないんですけれども、ちょっとねこの台気になったので、直感を信じて頑張ります。このカウントダウンでいいのが来てほしい。ピンクか赤、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 保留ですか。あ、最強まで行かないですね、なかなか。お、熱、普通の熱。あー、発展しちゃった。私の方は厳しいかもしれない。いやー、これはピンチですね。このまま当たってくれ。そうですよね。どうしよう。おっと、ボタンがぐるぐる回ってます。今先読みチャンス入れてるので、とりあえず保留が青ですけど、チェイサーからの燃えてますね。
歌ってほしい。はい、お願いします。ですけど頑張ってくれてるので、あ、でも3で終わり、あ、来た来た、見えた見えた見えた、あ、緑足りる？足りないか。ボタンはもらえなかったです。はい、ありがとうございます。やった、133回転、ありがとうございます。なので134回転ですね。よかった。はあ、8だ。いやー、ちょっと、あー、99だ、ラッキーパット。ありがとうございます。よかった、ラッシュいけた、ラッシュいけた。おい、
99。妹も出てきてます。保留がまず青になりまして、はい、あ、たくさん登場しますです。ブーンですね、ありがとうございます。はい、保留は緑になりました。もう99だからね、なんですけど、あー、かわいい、お風呂、え、この黒子めっちゃかわいい、髪の毛下ろしてます。あ、ゲコだ、ありがとうございます。ゲコタボタンでいただきました。はい、今のお風呂のめっちゃ写真撮りたかったあの、私演出写メ収集家っていうのを名乗ってて、おお、赤保留、ここも赤になってる。そうだからね、演出の写真をいかに集められるかというか、なんなら好きな台の演出を全てカメラロールに収めたいと思って打ってる人なんですよ。そうだからね、本当に充電器めっちゃ持っていくんですよ。させるところはさせていただいて、激しい。あと、簡易的な携帯のこう電池充電器も持ってるし、もうスマホが常に写真撮れる状態で挑んでおります。毎回アイテム空気の、これ爆弾のあの人形をかけてたのはこの子です。はい、だからそれを怒られてるはい、ありがとうございます。ありがとう、起きました、止まってます、もう大丈夫ってことですね。ありがとうございます、当たりました。はい、あ、当たってた赤くなりました、背景、お、赤フリになりました、ありがとうございます。めっちゃいい感じに、こんなね、だってまだ残り90回だから、こんな早くポンポコ当たるのはすごく良いです。気持ちがでるでる、はい、ことありそう、一番嬉しい。あ、カードだ、
いてくれたっていうだけでありがたく思いたいと思います。ちょっとだけエリアシャウトかな、このタイミングで空いてたということは運命だと思います。エリアシャちょっとだけ余裕ないけど打ってみます。はい、では2台目エリアシャ2打ちます。ちょこちょこ空いてないかなって見に行ってて、ようやく空いたんですけど、大水さんとラギさんがダッシュ入ってて、チェリコさんも当たったところっていう感じなので、ちょっとピンチなので、まあでも最終決戦超えられたら追いつけるんじゃないかなと思うので、私も頑張っていきたいと思います。赤く光ってるだけど、これは多分入賞時のやつだと思うんですけど、どの保留かわかんないです。一気に入っちゃった。お、これがボタンがバイブしました。これでしたね。これは最終決戦まで発展してくれるはずです。激アツ花道予告。激アツ、一発で決めたいですね。2回目で V 入ってくれれば言うことない。大丈夫、信じてる、落ち着いて。頑張れ、いいよ。惜しい惜しい、はい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 、あ、SP、惜しい。スペシャルポケット入ったんですけど。あらら、でも頑張ってました。もう一回入れたい。いいですよ、チャンス。あ、継続もう一回しますね。よしよしよし、ここまではいい。おお、あ、違った、犬夜叉のエフェクトが赤だったから騙されたけど青保留でした。お、ボタン大きい。あ、いいですね、名言。で、対戦相手も白同士なので、たとえ青保留だったとしても大丈夫でしょう。
あ、宮下の目光りました。頑張れ、あと2回しかチャレンジできないから。はい、します。2回目ですね。24,500円使っちゃった。頑張ってたんで、多分次スッと入ると思う。あと1回だけ最終決戦チャレンジ頑張ります。惜しい。さあ移動してきました。こちらクイーンですね。クイーン2になります。で、U タイム付きの台なんですけど、まあ、U タイム行く前にできれば当てたいかなと思います。で、この台はね、本当にあのアマテージタイプで、なんだろうな、あんまり使わなくても徐々に増やせるかなっていう狙いがあるので、まあ、この台にさせていただきました。まあ、打っていきましょうか。15,554玉ありますし、いきましょう。いやー、今余裕ですわ。心がすごくワクワクしてますね。みんなの出玉がもらえるかもしれないというね、この期待感に満ちた気持ちでいっぱいです。あ、ちょっとね、これは1にして、モードはこれ、あ、クラシックじゃない、クイーンモードがいい。あ、赤になった。赤保留、めちゃめちゃ熱いですね。保留変化は点滅自体でも何パーかあって、青でもなんか10何パーとかあったんですよね。で、赤なんてもうほぼほぼもらったっていう感じだと思います。ドックンドックン、先読み入るんじゃない、なんかないか、そういうのはないんですね。はい、でもこれはもういけるでしょう。はい、ダブルリーチだこれ。最後のね、あれ煽りまで行くよな。いや、いいよねこれ、もう大好きこういうのだよね。いや、当たると思いました。早かったですね、やっぱり71回転目。何回転から打ってたっけ、何回転から打ってたかな。71も絶対回してないので、まあ、多分30回転ぐらいかなで当たったと思います。お、このね、何にもなかったよね、予告あった？え、当たるの？いや、面白いすごいっすね、この台本当。11回転目時短での当たりでございます。うんうん、あ、ここでリーチなんだ。あー、おー、すごいリーチ、
リーチリーチになりましたけど、次がね一応点滅の保留なんですよね。先読みとかする余裕がないぐらい、あー終わりましたね。で40回転はもうこれで終了してしまいましたけど、ここどうなんだろう、リーチでなんのかな、ならない。お、クイーンっていう文字が完成しました。これはもうリーチでしょう。学んでるわ。なんかクイーン文字完成したら絶対リーチにはなりますもんね。おおおおえ、ママ熱いのかなあれ。クイーンの文字パンパンパンでシャキーンってなってみたいな。47回転目に当たりましたね。うわちょっと学ぶべきところが多すぎるな。もっといっぱい打とう。あ、うん、おー、びっくりした、リーチだよなと思ったのに今。そうなんだな、ズレ目2回続いてるけど、まあでも青ってことは赤もまあ存在しているとは思うんですよね。いやでもフィーバーか、このクイーンのいいところを見たいですね。こういうのとかでも全然当たるよみたいな。おっし、いやいやすごいね、あれで当たっちゃうんだもんね。2回多分その先読みでズレ目みたいなのが出て青で当たりましたね。いやこんな簡単なの。56回転目、もちろん4ラウンドですね。いやいや本当にじわ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 増えてるから、いい台座ったと思います。これでラスト、はい、何事もなく終了ですね。うん、移動してきた時より400玉ぐらい増えてますよ。400玉ですよ、大事。